大家好，我是亚丽莎。今日はソファーや椅子を使ってできるお尻のトレーニングをやっていきます。個人的には寝て行うトレーニングよりもすごくお尻に効くと思っていて、私も家でよくやっています。足痩せにも効果がありますので、ぜひ足とお尻同時に鍛えたい方はやってみてください。最初にスクワットから入って、その後ソファーを使ってやっていきます。もちろんお家にある椅子でもできますので、ぜひやってみてください。那跟我一起做做看吧。
ほぐして、そして足もストレッチしてください。筋肉が固まったまま放置してしまうことはよくありませんので、しっかり和らげてください。もちろんトレーニングの前も行ってください。他にも以前足やお尻のトレーニング上げてますので、そちらもぜひ見てください。如果喜欢我的影片请帮我订阅开启小铃铛哦。谢谢大家，拜拜。